この校では2009年のアルビレックス新潟について記述する。監督は前年に引き続き鈴木敦氏が務めた。得点力不足を解消するために攻撃的な選手を中心に補強して臨んだ2009シーズンは、豊富なアタッカーを活用するためそれまでの4から、4から2から4から3から 3, から3にフォーメーションを変更。J1 第一節 FC 東京戦では4から1の 大量得点で J1 昇格後開幕戦初勝利を収めるなど、前線の3トップが躍動した一方で、守備陣も熟成した連携により躍進するチームを後方から支え、失点31はこの年3連覇を果たした鹿島アントラーズに次いで少ないものとなった。第22節まで ACL 出場圏内に入っていたが、リーグ前半戦で10得点を挙げたペドロジュニウォールが、 神大阪境移籍した8月以降は失速。最終的には8位でリーグ戦を終えた。リーグ戦こそ注意に終わったが、天皇杯は順調に勝ち進み、過去最高のベスト8入りを果たした。シーズン終了後、4年間式を取った鈴木厚監督が退任した。最終更新日、2013年1月22日。出展、J リーグ。 2013年1月22日閲覧。開催地、A イコールアウェイ、H イコールホーム。結果、D イコール引き分け、L イコール敗戦、W イコール勝利。奈良クラブ V アルビレックス新潟アルビレックス新潟 V 横浜 FC、明治大学 V アルビレックス新潟清水。 エスパルス V アルビレックス新潟2009年1月9日から3月13日2009年7月17日から8月14日。ファーストはパンツ、シャツともにオレンジ。J2 時代のストライプが復活したが、カッパの青5本に対して濃いオレンジのシャドウ型極太の3本となったため印象がかなり異なる。セカンドは白にグレーのピンストライプ。ありがとうございます。